こんにちは、チョメです。では一般昇格試験をやっていきます。20だね。リトアナと共に昇格試験の課題である高難易度のフラスコを作成する。 OK。 あー、2人で作るのか。ソフィーさんおらんのか。当たり前か。大丈夫かな、できるかな、これちょっと不安なんだが。できんかもしれんな。まあまだソフィーに頼りきりだったからな。一発昇格試験クエストスタート。ふう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 、はははは、は完璧ね。ついにソフィー先生の監視がない場所で好き勝手に実験できるチャンスを手に入れたわ。ソフィー先生は尊敬する師匠だけどちょっと心配師匠すぎるのよね。さあチョメ、とってもスリリングでドキドキなものを作るわよ。レシピはこれ、危険なフラスコ。かつて王宮錬金術師だった人が作ったレシピらしいけど世に出回ってない。ソフィー先生に与えとるちょっとフラスコちょっと返してもらえばよかったわ。多分あまりに危ないから封印されていたのよ。楽しみね。さあ素材を集めに。とその前に今回の実験に参加する助手の錬金術師を紹介するわ。こっちよ。誰だ、こっちよって行かないといけないのか。これかファボっぽいな。ソプラー顔が似てただけで違った。リトアナさん、突然のお呼び出しとは、私に何かご用ですか。そしてお連れの方は、いや、チョメさんじゃないですか。チョメは、私の楽しい実験に付き合ってくれるのよ。それはそれは、心強いですよ。結構なことですよ。私はいつもリトアナさんの実験を手伝ってはおりますが、才能がないのか、毎回爆発ばかりしております。リトアナさんの言う通り調合しているのに爆発。リトアナさんの指示通り試験管を振っているのに爆発。リトアナさんのアドバイスが間違っているわけではありませんので、きっと私の至らぬところで。で、5本。ソプラ、それはいいのよ、ソプラ。話を戻すわね。私たち、危険なフラスコを作るの。私たちね。名前からして危ないですよ。30分ぐらい実況してるから声がガラガラになっちゃった。あ、いや、その、まあ、それは師匠に命じられたのから仕方ないのよ。ソフィー師匠に、それは仕方ないことですよ。チョメ、余計なことは言わないでいいからね。私たち相棒だもんね。ご本、それではソプラ、あなたにも手伝ってほしいの。はい、私でよければ喜んで。必要な素材、危ない元はゴーストが落とすらしいわ。マジか、これで戦うのか。心配だな。お昼ですか？昼に出るゴーストなんてなかなか珍しくて面白そうでしょ。その名もいたずらゴーストなんて凄む名前のゴーストで、だからクエストに合わせて出てくれるんでしょ。怖いんだか怖くないんだか混乱して決めましたよ。恐れることは何もないわ。出現するのはこぼれ火の森みたい。早速向かいましょう。あ、そっか、もう次のところ行けるんだ。なるほど。パーテル大平原から離れるのは当たり前か。次回だから。確か傭兵の時もそうだったかもしれない。で、この、あ、誰かおる。卵もある。卵も気になるぞ。うん、あそこにいるのはリリーさんだよな。あら、あそこにいるのはリトアナね。こんなところに錬金術師がそろそろと。どうしたの？それによく見たらチョメじゃない。この先はモンスターが出るって知っているでしょ。危ないわよ。心配してくれるの？嬉しい。な、別にそういうわけじゃ。リリーさん、私たちこれからとあるアイテムを作りに、モンスターの出る森に行かなきゃならないの。あー、怖いわ。とっても怖いわ。え？さっきは恐れるものは何もないよって。ソプラ、あれは、それはあなたを勇気づけるために言ったのよ。なるほどですよ。なのですよ。ねえ、リリーさん、こんなにか弱い私たちを守ってくれないかしら。そう、確かに戦闘系欲しいよな。天才魔法使いのリリーさんがいれば、もっと何もかも安心よ。で、天才？フラスコで戦わんやけんから。うん、仕方ないわね。確かに錬金術師の薬はいつもお世話になってるもの。まあ、援護、護衛としてあげないこともないわ。キャー、リリさん素敵、うふふ。チョメ、ここは黙っていてね。だね。せっかくうまくいったんだもんね。何も文句は言わないよね。私たち相棒だもんね。ね。ね。かわいいな。そうと決まるわ。ほら、行くわよ。うん、行こう行こう。おお、消えた、画面が。びっくりするじゃん。よし、行こう行こう。
てんてんてん、スヌーズ。ん？誰かいるわね。あ、あれは、この間の怪しい人。ドッカーン師匠だね。思い出したわ。一瞬誰かわかんなかったわ。にゃははは。また会ったの？あんたチョメだっけ？どうしたの？昇格試験的な素材集めの真っ最中っぽい感じ？いきなりの割に適当ですね。的確か。的確と適当は読み間違えたらあかんぞ。ちょっと普通に話を進めないでよ。今の爆発で逃げ出したリトアナを連れ戻してくるから。慣れてるんじゃないの、リトアナ。お前慣れてないのか。うん、驚いた。リトアナさん、相変わらず素晴らしい反応速度ですね。いやははは、ごめんね。それで何作ってるの？私たち危険なフラスコを作るために、いたずらゴーストを探してるの。てんてんてん。何？てんずー。し、質問しておいて寝ないでよ。むにゃ、いたずらゴーストね。先生知ってる。ほんと？なんせ先生が作ったレシピだからね。はあ。あのね、このレシピは、王宮錬金研究所を作ったって言われているすごい錬金術師のレシピで。いたずらゴースト、あっち、グー、スヌーズだな、それは。すごいね。いや、もう寝ちゃったよ。寝てしまわれました。レシピの作者って本当なのでしょうか。嘘に決まってるわよ。でも、いたずらゴーストの手がかりが今は他にもないのも事実ね。この怪しい人の言う通り、進んでみましょうか。行こう、チョメ。じゃあ行きましょっか、先に。お、マルチっぽいところに出てきたな。本当にここにゴーストなんて出るのかな？昼間にゴースト探し、雰囲気がないわね。そうだね。全然危険っぽくない。もう少し危険でもいいのにな。やめてくれ、フラグだ、それは。あ、リトアナさん、危険が出ましたよ。え？出てくるよ、ゴーストが。あ、普通だった。いや、戦うのか。戦闘があるとは読みにも思わんかったな。モンスターですよ。そういう危険ないらないんだけどな。ふん、何をあれくらい。リリーちゃん頑張って。この私に任せておきなさい。まあ、一応リリーに変えてやった方がいいかもしれない。あ、でも、錬金術師が3人。ちょ、リリーちゃん頑張ってよ。一応この中のチョメを42とか一応食らわせてるんだね。お、40とか。結構レベル上げたから勝てるようになってるわ。よかったよかった。9しかもらえんね、やっぱり。経験値。合計35だけど。勝ったわ。イリリさんすごい。ふう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 。このぐらいなんてことないわ。今のうふうふうはおかしかったな。いや、すごいよ。本当についてきてもらってよか。よかー。あ、これかわいいゴーストだね。え、リトアンナ何よ、突然。イリリさん、後ろ後ろ。え？いや、かわいいな、このゴースト。ひゃー。それが目的のいたずらゴーストですか？そうそうね、そうだった。いたずらなんだ。何を、あんた、いきなり最後に立つんじゃないわよ。変な声が出たじゃない、バカー。リリーさん、ソプラ、囲んで捕まえなきゃ。そうそうだった。私はこっちから、でもこのゴーストからしたらいきなり捕まえられるってかわいそうだよな。私はこちらからですね。なんか素材のためにね。それ。まあ、これも、弱肉強食の世界だ。しょうがない。痛い。クー、ゴースト、ちょろちょろ逃げるんじゃないわよ。ぶつかったじゃない。ギャー。お、二人とも、私を踏んでおります。もう何が何だか。ゴーストはどこに行ったの？お、上におるよ。何あれ？誘ってるの？バカにして。追いかけなきゃ。行くよ、チョメ。ちょっとリリちゃん使ってみる？ちょっとここのチョメ弱いから、このゲスト使ってみようか。私の出番ね。どうなるかちょっと見てみよう。攻撃力とか。変わらんかったらちょっとチョメでやるわ。フラスコ攻撃で。意外と長いな。最初のやついらんかったな。待て！危ない元落とせ！はぁはぁ、どこにいるの？みなしわってしまったようですよ。隠れちゃったのかな？絶対見つけ出すわよ。私こっち探すから。ちょっと分けるか動画を。あなたたちは違うところを。で、手分けするのですか？一人になるのはちょっと怖いですよ。でもそうした方が良さそうね。それじゃあみんな一旦解散。見つけたら大きな声で合図よ。これだけでいいね、動画。わかりました。トキトキ。
下るから最初の下りあったでしょ。ちょっと分けとくわ動画。あ、ソプラ。あ、ソプラだった。敵じゃなかった。よし、ごめんよ。この辺話しかけた方がいいかな。こっちにはいないようですよ。上におんのかな。じゃあちょっとしまって。こっちは全員に話しかけんいけん感じかな。あ、勝手に進んだわ、ムービーが。あ、ちょめ、まだ見つからない？ムー、ゴーストに振り回されてなんかないで。早く帰って危険な実験がしたいな。きっとワクワクハラハラでスリル満点のフラスコができるに違いないわ。だからもういたずらゴーストっては早く出てきてよなんてね、呼んで出てくるはず。出てきた？あ、正解だったか、こっちの道が。やったぜ。上におるかと思った、左上。うきゃきゃきゃー。うきゃーか。本当に出た。あ、あ、あ、なんだっけ、どうしよう。その、ちょっと危ない元くれたりしない？かわいい。ダメだよね、うわーん。いたのね、リトアナ、大丈夫？ふぉー、駆けつけたのですよ。二人とも、私が来たからにはもう安心よ。覚悟しなさい、いたずらゴースト。じゃ、ちょっとやってみるか。もうあのバトルに入るのかな。まあ、錬金術、これからが本番だからね。いたずらゴースト、ターゲット出現、弱点、風、ゴー。じゃ、リーちゃんやってみるか。リーちゃん。これで。あれ？どうなってんのこれ。あ、そっか。チョメは魔法をずっと使えてたけど、リーはこれしか使えないんだ。何歩食らってる？ 33。あんま変わんねえじゃねえか。これと、プラス攻撃。ちょっとフラスコの食べ攻撃を見てみるか。あんま戦闘で使わんから。あ、魔法攻撃アップ。あ、なるほど、リリーちゃん頑張って。これで89まで上がったね。やったぜ。よかったね、いたずらゴースト程度で。いや、やった、倒せちゃった。はっ、危ない元。危ない元はもううまくできてるよな。ほんとリトアナさん、ゴーストがいたあたりに何か落ちてるようですよ。それね、危ない元を手に入れた。かわいそうにゴーストはゴースト。よかったわね、目的のものが見つかって。ほんといきなり来てから攻撃してかわいそうだな、ゴースト。まあこれもね、必要なんだ。おめでとうございます。私お役に立てたでしょうか。分けてくださいって言ったら粉ぐらい分けてくれるかもしれんのにな。私感無量ですよ。それじゃあちょめ、早速戻って制作に入りましょう。ふふふ、いよいよついに、ふふふ、ははは。はいや、子供の頃とかそんなこと一切考えなかったけどな。なんか大人になると、野蛮だよな、このゴーストを寄ってたかって、いきなり来てからさ、倒してからさ、アイテムを奪うって。ほんと。子供の頃は何気なくやってたけどね。そういうの。ゲームだからって。なんか大人になると色々考えさせられるって、あるよな。昔の映画とか。よし。ん？大丈夫？なんか今日重たいんだよね。またメンテ入るかな。ただいま戻りましたわ、先生。お帰り、お疲れ様。よく戻ってきた。疲れてはいないか？怪我はないか？こっちでよく見せてみ？大丈夫、もう大丈夫。私もチョメも元気そのものですわ。それでは制作してきますわね。おほほほほ。チョメも早く早く。あ、どうした？大しゃしゃぎでかけていっちゃったわね。心配だ。ソフィー、自分の弟子をもっと信じてやったらどうだ？そう、それはそうだが、リトアナは、入門当時は危険なことが好きすぎて、しょっちゅう爆発して、ラボで何度も大泣きする目に遭っていたんだ。度胸があるのわけでもないのに、無茶ばっかりするから。最近おとなしくなったので、昇格試験を受けさせようと思ったのだが。そう、それってもしや、やっぱり猫をかぶ。心配だ。ソフィー先生が良かったな、自分は。この爆発男より。さあ、ちょめ、張り切っていくわよ。レッツ、危険なフラスコ、あははは。じゃあ、これくんは？あ、これがもう入ってる感じ。制作開始。二人で頑張るか。できるかな。ちょっとね、低レベルだからね、ストレートに行きすぎてるから、ほとんど。1分20か。ギリギリ作れるかな。危険なフラスコ、制作開始。ゴー！まあ、試験だからできると思うけど。どこだ？あ、一番ヘビ、ラッキー。これは簡単。何番上がるかで決まる。6%！ ちょっときついかもな。やべ。ちょっと、待って待って。ちょっと本気出そう。これは無理じゃね？ち
ょっとレベル上げてからやるか。ギリギリできるって感じだな。ちょっと無言になっちゃうけど、ちょっと待って、ご飯食べたばっかりだからって言い訳をしとこう。なんで夜はできるのに、なんで夜はできるのに。ラッキー、これちょっと下手なところばっかり、下手だけど、なんでだろう、全然できてね。玉ができた。サポートも結構溜まってきたぞ。よーし、まあ、あのサポートを見せられるんじゃないかな。ちょっとまあ次回の、制作はちゃんとするわ。おかしいな、なんでこうなってるんだ。油がついてんのか。よし、ちょっと拭き取ったぞ。ちょっと滑りが悪い。やべえ、これが動画になってしまう。成功してしまう。あと82% だから。お、任して。テンション。わたわたステップ。2、3回だよね。3回出た。こんな感じか。交代しましょう、最後。こうやって溜めてからできるって感じだね。よーし。終わったかな。なんとかできたわ。大成功。クオリティアップ。うわぁ、銅の冠か。初めて見たわ。危険なフラスコがレベル2で完成した。ソフィーさん使ったら4で余裕だったけどな。まあ、それだったら試験にならんな。ちょっと、あと危険なフラスコ作っとくわ、また。うん。極クオリティの。もうちょっとレベル上げて受けた方がいいね。次回からそうしよう、他のやつは。うん。ちょっと苦労するわ。あと手もちゃんとね、ご飯後じゃなくてね。先生見てください。できました。無事だったか。よかった。作ったのは、ふむ、危険なフラスコか。腕を上げたな、ちょめ。いやいや爆発は少なかったが。失敗しまくったよ。いや、爆発はいらないと思います。確かに大爆発って感じじゃないし、あまり危険っぽくないし。このフラスコどうして危険なフラスコっていいんだろう。それはこのフラスコを作るためには、いたずらゴーストにいたずらされたり、振り回されたりして、大変危険な目に遭うからだ。そういう危険の意味？意味の危険か。素材集めに大変苦労するから封印されていたレシピのはずだが、なぜわざわざこれを選んだんだ？それはもちろん危険でスリリングな実験を期待して。リトアナ？怖っ！は！実力が十分つくまで危険に首を突っ込むのは禁止だと。あれほど言ったはずなんだが。先生、今のはその冗談です。おほほほほ。もう遅い。リトアナがだいぶ世話になってしまったようだな。意外とソフィーさんって怖いキャラなんだな。せめてもの俺に、このフラスコはお前が持って行ってくれ。危険なフラスコを手に入れた。すっごい優しそうな感じだと思ったんだけどな。さあ、リトアナ、帰ってお説教だ。マジか。そんな、わあ、でもリトアナのことを思ってやってくれてるからね。一発昇格試験、クリア！では、今回の実況はここで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。じゃあね、バイバイ、ありがとう。行っちゃいましたね。これが終わったら終わりますね。チョメ大丈夫だった？ならよかったわ。リトアナ少しは反省するといいんだけど。はっはっは。元気があるのはいいことだ。まあ、サポートキャラとしてすごく役立ったよ。そしてチョメ、見事試験をクリアしたな。リトアナがいなかったら無理だったわ。お前を一発の錬金術した。ライセンス、ランクアップ。やったぜ。これでいろいろ作れるわ。ソフィーさんで作ろう。もうチョメで作ったら遅くなっちゃうし、一発の錬金術師はこういった技を使うことができる。コンボ攻撃、あ、これはまあいいや。そして次にチョメが挑戦するレシピと試練はこれだ。これで試練と試験を間違えちゃったんだよな。あ、やった、粉ができた。やったぜ。次は何かな。さらにこれは新しいレシピの素材と支度金だ。プレゼントボックスに送っておくぞ。わー、いっぱい手に入った。ありがとう。粉は結構貴重だからね。チョメ、爆発はいいものだろ。錬金術師は楽しいだろ。錬金術師は爆発だけじゃないですけどね。これでどんどんマルチいけるぜ。腕が上がれば上がるほど作れるレシピが増えてさらに楽しくなっていくぞ。傭兵だからね、たまにね、死にそうになっちゃうんだよ。心を躍らせて、さらに錬金術師の腕を磨くことだな。ああ、若き錬金術師たちを見ていたら爆発したくなってきた。それじゃあな、二人とも、日々自分のアイデアを爆発させて挑めよ。励むようだったかな。
ああ言っちゃった。ショーも相変わらずね。でもレシピはもらったし、引き続き頑張りましょう、チョメ。よし、頑張ろうね。これで終わりか。危険な実験。クリア。前半と後半で分けとこう。今回はな。次回からはこれだけにしようね。試験。終わりかな。では失礼します。ありがとうね。友達申請来てたわ。失礼します。